ウナ軍はドイツ連邦共和国ノルトライン・ベェストファーレン州の中心部アルンソベルク行政管区北部に位置している。この名前の軍は1930年10月17日から存在しており、1975年1月1日から現在の範囲となった。本軍はベストファーレン・リッペ地域連合及びルール地域連合に属す。軍庁所在地はウナ市である。 ウナ軍は三つの地域に属している。本軍はハム市と共にルール地方東部を形成している。軍の南部はザウアーラントとの境界を成しており、北部の市町村はミュンスターラントに属している。軍内にアール大山地とハール山地がそびえている。ルール川とリッペ川が軍内を流れている。エムシャー川は軍内で湧き出している。ウナ軍は北から時計回りに、 コースフェルト軍、軍独立士ハム、ゾースト軍、メルキシャー軍、軍独立士、ハーゲン及びドルト軍と、レックリングハウゼン軍と境を接している。ウナ軍の軍域は、後の留年のアルト留年宿及びブラムバウアー宿、シュベールテのエルグステ宿、ゼルム市、ベルネ市を除いて、マルク白領に属し、1609年末以後は、ブランデンブルク、プロイセンに属した。 1753年にその地域区分の改革がなされた。これによりハム軍が初めて創設された。ナポレオン時代にはルール圏の一部となり、後にいくつかの変更がなされて改めてハム軍が創設された。1901年4月1日にハム氏が軍から外れ、軍独立市となった。それでも当初は軍の行政機関はハムに置かれたままであった。 1929年10月1日に廃止されたヘルデン軍からホルツビッケでヘングゼン・オファーディッケの3町村がハム軍に編入された。軍の行政機関はウナに移され、1930年10月17日からウナ軍と改名された。その後の再編成によって軍の境界が変化した。すなわち1968年1月1日にニーデラーデンが 当時まだ軍独立市であった留年に編入され、1969年7月1日に、ゼンネルンがゾースト軍ベルルに編入された。1975年1月1日に発行した軍域再編により、ウナ軍からペルクム、リーネルン、エントロプがハム市に移管された。留年市、シュベールテ市、ベルネ市、ゼルム町がウナ軍に編入された。ハム軍おび、 ウナ軍の人口推移。1925年までは、ハム軍、1930年から1974年までは、旧ウナ軍、1975年以後は、現在のウナ軍の人口推移を示している。2015年の ITNRW の予測によれば、軍の人口は2014年から2040年の間に、約3万6千人、10%程度減少する。 IT, NRW は一方、労働人口について約4万人の減少を予測している。これは20.7%強にあたり、労働人口減少率は全人口のそれの2倍に相当する。ウナ軍におけるこの予測は、一般的な人口減少に加え、加速する人口動態の変化によって説明できる。例えば隣接するドルトムント市やハム市の場合、 ウナ軍における予想とは対照的に同じ期間に予測される労働人口の変化はほぼ一定を保っている。この理由は説明されていない。ウナ軍役場2020年の軍議会選挙結果とそれに基づく議席配分を以下に示す。マリオレールは2020年9月27日の軍長選挙決戦投票で61.94。 パーセントの票を獲得して軍長に選出された。彼は2020年11月1日に軍長に就任した。ウナ軍の旗ウナ軍の紋章は、この地域を収めていた二つの白の紋章を組み合わせたものである。下部は金止に赤と銀の一末模様の帯の丸く白の紋章から取られた。これは、丸く白アドルフ一世が1220年頃に制定したもので、 現在もハム氏の紋章として用いられている。市松模様の帯の図柄は、同じ年のアドルフの印象にも見られる。その上の部分は、金字に、赤い、無冠の、右を向いた側面の獅子が描かれている。これはおそらく、ベルクイコールアルテナ博、フリードリヒ、マルク博クアドルフ一世、アルテナ博、オットーの古いアルテナ博領の紋章に由来する。 彼らは、現在のウナ軍にあたる地域に、広大な相続量や霊園を所持しており、現在のハムの地域と共に、その重要な所領を形成していた。アルテナ博は、赤い爪や下で威嚇し、金の冠を被った黒い獅子を紋章に用いていた。アドルフとオットーはすでにその紋章で、一末模様の帯と組み合わせていた。赤い、直立した、二本の尾を持つ獅子は、 リムブルク家のベルク博の紋章に見られるが、青い爪や舌を持ち、冠をかぶっている。アルテナ家とベルク家は、イルムガルトフォンベルクを介して関係があるが、彼女は1218年にリムブルク公、ハインリヒ4世と結婚した。この頃すでに、アルテナ以降ルイーゼンベルク家とアルテナマルク家は銀字に、バラ、金字に黒い獅子の紋章を用いていた。軍内最大の都市、留年は、 やはり右向きではあるが、日本の王を持つ獅子を紋章に描いている。ウナ軍の旗は赤と白に上下に分割、中央に紋章が配置されている。通訓普通アトラス2019によれば、ウナ軍はドイツの401の軍、市町村連合、軍独立市の中で234位に位置しており、チャンスとリスクが混じる地域に分類されている。住民の平均一次収入は、 ウナ軍内でも地理的に大きく異なる。北部の市町村であるベルクカーメン、リュ米ネン、ベーネンは州平均よりもかなり低いが、これに対して、軍庁所在地のウナおよび南部の市町村、シュベールテ、フレンデンベルク、とりわけホルツビッケでは州平均を超える。航空ウナ軍はホルツビッケでに近いドルトムント空港および自動車、または列車で、 1> 約1時間で到着できるデュッセルドルフ空港を介してヨーロッパの航空網と大変便利に接続している。ドルトムント空港はホルツビッケで駅からシャトルバスであるいはウナ駅からベクの C41 番路線で行くことができる。軍の住民たちは約1時間で行くことができるミューンスター、オスナブリュック空港やパーダーボルン、リップシュタット空港もよく利用する。 鉄道及びバスウナ群は、ドルトムント中央駅、ハーゲン中央駅、ハム駅経由で長距離旅客鉄道路線に接続する。鉄道旅客交通については、10路線があり、13種類のローカル列車が運行している。この他に、ウナ、ウナケーニヒ、ドルトムントシュタットハウス、ドルトムントドルストフェルト、ドルトムントリュトゲンドルトムント間を、S バーン S4 号線が運行している。 ウナ軍の道路旅客交通は大部分が、ウナ軍交通協会 MBH が運営している。4本の高速バス路線が、軍のいくつかの都市や町を互いに結んでおり、さらに市バス、地方バス、タクシーバスがある。市内に、駅のないベルクカーメンは、ベクの高速バス s 3十号線で、ドルトムント中央駅及び、ドルトムント内市街と結ばれている。 中年の西部区であるブラムバウアーは DSW21 都市バス U41 号線でドルトムント中央駅及びドルトムント内市街と結ばれている。道路裏群には4本のアウトバーンと4本の連邦道によって広域道路網に接続している。アウトバーン連邦道2017年12月時点で登録されている。 原動機付き車両は30万3172台であった。人口が約39万6000人の約76%に相当する。2020年9月末までに登録車両台数は約1万2000台増え、31万5820台になった。ウナ軍の人口は39万3618人で10の軍所属士がある。 このうち2市が大規模軍所属し、5市が中規模軍所属し、1市が小規模軍所属市である。括弧内の数値は2020年12月31日、現在の人口である。ウナ軍の人口は2000年の約43万人から2019年には39.5万人と約8%減少している。ありがとうございます。